様、サータと勝者と、アイスと豚、はい、どうも皆さん、豚麺マンコスモチャレンジ。はい、というわけで今 YouTube で大ブームがね、なってるこの豚麺わんこそばチャレンジという水溜りボンドなんか、最初にやって、それでいろんな YouTuber さんがねやってるんですけど、まあ、今回は僕らもやらせていただきたいと思います。僕ら豚麺にはあんまいい思いないんですけど、結構割と最近の方だよね、やったのね。まあ、今回はねルールの方はだって簡単です。わんこそばとルールは一緒、器にこうやってどんどん量をやって、それを食べて何杯食べれるかっていう必要なやつなんですけど、まあ、今回豚麺なんか水溜りボンドさんがこれの3分の1で1個の量と加算してたので、まあ、今回僕らもそれと同じルールでやりたいと思います。で、本家さんはお腹いっぱいになったら豚麺なんかいいよってなんですけど、一応待っても食べれるんで、予想われて30秒以内にそれを口の中に入れなかったら強制終了で、ぜひ何杯食べれたかも競ってやっていきたいと思います、というわけでもう早速やっていきたいと思います。それではいきます。はい、というわけで僕が一番手でやらせていただきます。最初の一杯は普通に食べます。で、これで3分の1なので3個食べたっていう加算します。じゃあそれでは豚麺わんこそばチャレンジ、よーいスタート。いただきます。まあこれはとりあえず普通に食べるんで、うん、感想うまっ。伸び伸び、めちゃくちゃ伸びてる。はいはい、よいしょ、はいはい、はい、よいしょ、はい、早いよ、いいよ、はい、どうぞ、はい、よいしょ。早いな、思った以上。はい、よいしょ。うわー、なんかすごい、減らない感覚があるなる。マインド的にきついやん、それ。はい、どうぞ。こっち側楽しいぞ、これ。苦しんでく様がめっちゃ近くで、自分でこうやってやってる風になれる。あそこ、口に入れればいいの、最低。そうそうそう。はい、どうぞ。次、カレー欲しいな。カレーだよ。カレーって、はい、どうぞ。カレーって、太いわね。あー、きっつろこれ。はい、どうぞ。はい、どうもどうも。はい、どうもどうも。はい、もっと、はい、頑張って。はい、よいしょ。これやばい。はい、よいしょ。これがきついな。はい、どうぞ。誰ですか。まだいいんじゃん、半分の1だって、うん、はい、どうぞ。きつかろう。顔でしか。おっと、何か誘った今瞬間があったぞ。ねえ、早いね。当たり前だよ。ね？当たり前だよ。うわあ、めっちゃこれやばい。あれの記録33です。あ、じゃあ11個食べたってこと？11個だね。まあ、食ったよ。まあ、最初言うなんだけどね、このお腹いっぱいになってからの君の圧力とお腹の圧力にどう押し潰されてきた。そうそうそう。はい、というわけで続いて初手の挑戦でございます。Yeah. じゃあ入っていくのスタートでお願いします。あ、意気込みを言わせない。ああ、そうだ、意気込み、そうそう。いや、まあまあまあ、トミーさんとキンタンさんが、まあ、13杯分出るということなんで、まあ、13杯優に超えて、ちょっとインスタで超えましたよって煽っちゃうかなって、メンションしてなんかお伝えできたら。それでは初手の挑戦、よーい、スタート。いただきます。はい、どんどん。はい。はい、どんどん。カレーしかねえなって。はい、どんどん。5秒でいいんだよ。そうめんじゃん。これ2秒だ。はい、どんどん。はい、どんどん。まあ、喉通らなくなってそうなんだよ。シュッシュ止まってたからな、俺。水飲んで。はい、どんどん。何分だっけ？うん。もう。はい、どんどん。なくていいか。よく食べる食べます。お腹だいぶ膨れてきた。で、飲み込めねえな。もう口の中が溜め込むリスタイプになりました。お二人は口の中に入るか。ちょっとね、奥にあるやつ飲めばね、いけんだよ。はい、どんどん。残り10秒。おいだし。5秒カウント。4、3。はい、セーフ、どんどん。あっ、2つ落ちちゃった。終了終了。40は爆毛かもしれない。というわけで翔ちゃんの方の記録が出ました。翔ちゃんの豚麺わんこそばチャレンジの記録、じゃん、36個。おー、惜しい。なんで換算するとまあ12だね。
うん、特に1個分1個分多い、3個多かったから。いや、終わってないなこれからだな。どうしろあるよ。はい、ということで続いて、アイト君よろしくお願いします。意気込みは、まあ、熱くなければ俺もそれなりには戦えると思ってるんで、おばんちゃんは超えていきたい。それではアイト君の挑戦、あよーいスタートだ。いただきます。おっと、もうきつそうだ。早いな。はい、どん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 しながら。はい、どんどん。はい、どんどん。おっせえな、バンゴそばかこれ。はい、どんどん。バンバン、ジャンジャン、どんどん、ボンボン、ションション。もう結構食ってる気がする。いや、俺基準すぎないそれ。へいへい、食べる人間、食べるわけねえだろうか、お前本気だぞ、こっちは。残り10秒。さあ、10秒連続が来ております。踏み込めるうちはまだ大丈夫だ、頑張れ。さあ、まだ限界を突破していない、そいつを片付けろ。入らぬ、フラッシュ。よくやった。次は10名カメラメハだ。カメ使っていくんだ。残り10秒。ダダダダダ、ゲームオーバー。じゃあ、ハヤテくんの食べた結果は、じゃがじゃん、28個。おお、9個。あ、でも、食った基準がわかんない。どう、え、感想感想。いや、あの、非常にヤバい曲だというの時間わかりましたね。びっくりかわからない。ということで、エビくんの挑戦です。はい、意気込みの方は、まあ、40いけたらいいなぐらい。自信はあるってことですね。自信は、やってないんで、まあありますね。言うて3分の1なんで。準備はいいですか？ OK です。よーい、スタート。いただきます。うわ、熱っ。きた。ディアディア、ドンドン。カレーうまっ。あ、飲み込むな、ちょっと。はい、よいしょ。あー、めっちゃマジ喉つかかる。やばい、ふっふっふっ。はい、よいしょ。今よいしょ。エビ食うの早い。うん、早い。おお、めっちゃ一気に来た。熱っ。残り10秒。やばい、エビ。まさか、頑張りきたな。信じていたよ。あー、もう口の中にいるんです。ここからはテトリスが始まります。さあ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 、次が早く入らないから。はい、どんどん。出る前に蓋を閉めました。あー、終了。結果が出ました。うん、エビくんが食べたワンコ豚麺の数は27杯。おお。え、ってこと入ってなおが、ぎってことは、これは何が思えないの。トビーさんとチンタンはすごい。いやいや、いや、落とす。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。いやね、もうメンバーカラー変わったということで。そうですね。僕はちょっと継続なんですけど。僕黄色でやらせていただきます。俺紫で。僕赤でやらせていただきます。まあね、まあでもお互い全員ね、すごい。お互い全員ね。お互い全員。お互い、いいんじゃない、いいんじゃないですかね。うわ、いいんじゃないですか。豚麺が出てた。肌から。豚骨が。やばい、血が出て。豚骨スープ。血が出てた。まあ、みんなもね、いろんな YouTuber さんもやってるんでね、まあ、うん、うちの悪年の中では最高は36と、いうわけで、まあ、まだ伸びしろがあるんじゃないかと。また違うなんかね、こういうチャレンジがあったら僕らもまた挑戦したいと思います。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。Yeah.